どうもです前回の動画ではこのスペースの片付け掃除から器具の開封組み立てを紹介しました今回の動画ではですね購入した器具の値段だったり送料などを詳しく説明していきたいと思います器具のそれぞれの器具のリンクは概要欄に貼っています僕が今回購入した 会社がレップフィットネスですね。パワーラック、ケージ、オリンピックバーバーベル、ベンチ、ウェイトですね。をレップフィットネスから買いました。レップフィットネスはコロラド州に会社倉庫がありますので、送料が僕の住んでいるニューメキシコ州、まあ車で6時間ぐらいかかるトライの州なんですけども、6時間かかって送料はトータルで4つの、 アイテムですね、えー、の送料がドルかかりましたもし、えー、その送料をセーブしたいんであればそのコロラド州にあるウェアハウス倉庫に直接行ってピックアップして帰ってくることで、えー、その260ドルがセーブできますけどもその6時間かけて行って、えー、する労力を使うのか。僕は、えーとそっと わざわざ行って車も大きい車で行かないといけないしもしかしたらトラックをレンタルしていって6時間6時間往復するのがきついのでコロナウイルスに一泊して帰ることを考えると260ドルをセーブする必要はないかなと思ったので送ってもらうことにしましたそのレップフィットネス公式ウェブサイトを僕が見る限りコロナのせいかは分かりませんけども今はアメリカ本土 だけの輸送になってますなのでもし日本から購入を考えの方は、えー、輸入の代理店だったり、えー、とこからアマゾンでも少しありました、えー、なのでそこから購入することをおすすめしますそれでは、えー、早速紹介していきますそれではこれですねパワーラックが、えー、ホームジムパワーラック PR1100 ですねが、えー、たんこの商品自体が279ドル プラス税金と送料です、ね、えー、次に、えー、オリンピックバーバーベルですねこれが、えー、ブラック、えー、何でしたっけねセイバーセイバー,ーバーベルと言いますけども、えー、2 0キロのオリンピックバーですね、えー、これが単品で209ドルプラス税金と送料ですねそれとこのベンチこのベンチが、えー、AB3100 アジャスタブルベンチ V3 という正式名称なんですけどこれもこれがここにありますウェイトプレートですねプレートのウェイトですけどもトータルで約1 1 0キロのセットで買いましたこれが320ドルと税金と送料ですね。 以上がレップフィットネスから購入したものなんですけど他にもアマゾンから購入したものがありますアジャスタブルルダンベルですねこれがトータルのセットでの重さが約9 0キロなので4545 45のダンベルが2つできるということですねこれがアマゾンで326ドルぐらいですね で他にアマゾンで購入したものがウェイトツリーあのウェイトをプレートを乗せてるツリーですねウェイトラックが、えー、約100ドルですねあとマットここにマットが引いてますけどもこれが大体、えー、いい 180×240 ぐらいですかね、うん、で厚みが約9 5ミリ約1センチぐらいの厚みのものをコンクリートに引いてるんですけどもこれが、えー、ラバーマットですねがアマゾンで210ドル。 でしたということで、えー、全ての購入したものがトータルで約あ1,800ドル、えー、日本円でに20万円弱、えー、19万円ぐらいですかねになりました。あくまででも、これは僕が作ったホームジムジ一例というのが、えー、僕が、えー、予算を抑えすぎないところと抑えるところを自分で僕が必要なところはお、えー、少しお金を出して。 必要ではないところを予算を抑えました例えばこのダンベルアジャスタブルダンベルは例えばそのピンを変えてすぐ重さが変えれるようなアジャスタブルダンベルもあると思いますけども僕はこの確かに面倒ではありますけどもこういうふうにここを外してわざわざ変えてプレートをつけてというアジャスタブルダンベルでもいい予算を抑えたいと思ったのでこちらにしました。逆にこういうい えー、ラックですねパワーケージパワーラックは安全上とか耐久性の問題がありますので、えー、それなりの、えー、ものを選んで、まあ、レップフィットネスの中でも安価なものですけどもある程度耐、えー、耐久性がああっってて、えー、荷重ももというものを選びました同じくベンチと、えー、バーベルもですね耐,重あ耐荷重もしっかりしててという点で、えー 予算を抑えすぎないで安全性を重視して選びました。なので、えー、さらに僕が必要とするエクササイズができるものの道具として選びました。なので、皆さんが一人一人がどこを鍛えたい、何の種目がしたいかなどを考えた上で、ものを買うものを決めていってはいいかなと思います。最後までご覧いただいてありがとうございます。 もしよろしければ参考にしてみてくださいもし質問やコメントなどがあればぜひ DM だったりコメントくださいまた次回の動画でお会いしましょう